どうも、伊与田浩平です。本日のゲストは日崎さんです。はい、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。いつもありがとうございます。今日ね、大変恐縮ながらギターバトルっていうことでね、以前日崎さんのチャンネルに出演させていただいたんですけども、今回はなんと出演してくださって、その後にですね、今ちょっと、トークということで振り返れたなっていうことなんですが、どうでしたか今日の。あ、そうね、ギターバトルというか、はい、自分的にはなんかちょっとロックなのかクラシカルなのか、はい、どこに持っていこうかなみたいな。あ、日崎さんのアプローチが。そうそうか、なんかちょっと違う、前回こっちのチャンネルに出てもらった時とは違う雰囲気出そうかなとか思ったけど、なんせアドリブやとやっぱり素の状態が出てしまったなみたいな。まあそれでいいねんけどね。はいはいはい、うん、日崎さんといえば結構そのクラシカル、うん、かつまあメロディックというか、もうなんていうんですか、もう日崎さんじゃないですか、ギターのプレイが。なんていうかジャンル分け難しいんですけど、まあまあでもね、なんか弾いたら、あ、もう日崎さんが弾いてるなってすごい分かるんですけど、うん、何を弾いて何を聴いてそう育ったというか今に至るのかなっていうのはちょっと今日、はいはい、興味ありまして。もともとクラシックが好きで、はいはいはい、でそのまあ、家がそういう家庭とかじゃないんですけど、そういうテレビとかでテレビとかに流れてくるようなやつが結構気にはなってて、はい、で結構特にバイオリンの音がすごい好きやって、あ、はいはい、バイオリンやりたいって言ったんだけどダメって言われて、なんで今思ったらなんでダメって言われたのか分かんないですけど、でまあまあ後に、まあ、そういうラドレスとか X とかを知ってギターを始めるようになったんですけどね。はいはい、だまあやっぱりルーツはクラシックにあるかな。そうなりますね、体が反応したってことですもんね、うん、なんかふと入ってきたのいいなと思って、うん、でもギターはそこで始められてっていう感じですか、うんうん、でじゃあそういうちょっとクラシカルの要素取り入れようと。まあまあロックに行ったんですけど、はい、まあ、X 行ってイングベイ行ったりとかで、あ、はい、やっぱりそういうクラシカルな要素を持ってるバンドっていうものはすごい、バンドも、まあ、ギタリストもそうですね、がすごい好きやったっていうか、うん、でまあこのクラシックとかの、はい、もう名曲、それこそ CM で流れるようなやつって、はい、一発で覚えるやん。あ、そうですね、うん、確かに。あのメロディーっていうものをギターで表現したいみたいな、うん、うん、一瞬聴いただけでもうずっと覚えてられる、はい、うん、誰でもコピーしたくなるようなフレーズとか、そこを目指してはいるかな。あ、うん、頭に残りやすくて、まあ、キャッチーって言ったらちょっと一括りにちょっと簡単に言い過ぎかもしれないですけど、うん、まあ、そういうのがまあ、作曲とかにも生きているんでしょうかね。そうね、うん、やっぱ、うん、覚えやすいとか覚えやすい、うん、それって複雑とか単純とかっていう話じゃなくて、はい、覚えやすいってやっぱり一番大事なことやと思うし、まあ、そうですね。でそれを実際表現してるのがドリームシアターとかって、あ、覚えやすい、すごく、はい、すごく複雑なのに、うん、難解なのに覚えやすい、うん、そんなわけわからん表紙やろうが覚えやすかったりとかするし、はい、そうですね、うん、どんなに難しくてもやっぱり覚えてもらえるフレーズっていうのは大事なんちゃうかなとは思いますね。おっしゃる通りだと思います。だ難しいと思う、その早弾きしたフレーズを覚えてもらう、うん、ああまあそうですね、うん、でも例えばバッハとかのバイオリンとかの曲とかすごい早弾きあったりするけど、うん、覚えたりできる。ああ、うん、それもいきなりテンポ300とかそんな話になったらもう分からへんけどさ、はいはいはい、でもうん、やっぱりそういうバイオリンの早弾きとかピアノの早弾きとかでも覚えやすい、うん、何かの要素が入ってるんですね、はい、重要なんちゃうかなと。あ、そして、まあ、日崎さんは、まあ、バンドベルサイユジュピターをやってます、うん、でソロ活動もやってますと、うん、で、その、まあ、今日、ね、ギターにちょっと着目した動画なので、うん、ちょっとお聞きしたいなと思うことがあって、なんかアプローチのなんだろうな感覚なのかもしれないですけど、うん、頭でこのこうアプローチしようとか、うん、その、ね、スケールの解釈とか、うん、あとはその、まあ、振る舞い方もそうなんですけど、うん、音色もそうですし、うん、なんかギター全般とかライブショーにおいて
まあ、炭焼きができてるのかな完全に自分の中でって気になりましたね。じゃあソロはこれ、ジュピターはこれ。できてはいるね。あ、もうじゃあもうそのスイッチっていつ入るんですか。ライブの例えば常に入ってるかも。あ、へえ、うん、じゃあ家で別にそのバンドソロバンドでやっても、うん、ソロの時はこうだな。うん、へえ、ちょっと弾き方が変わったりとか角度が変わったりとか、はい、音の出し方はやっぱ変わったりするし、すごい、でもまあ、あんまり誰にも言ってなかったけど、はい、結構苦労した部分もあって、やばまし、それを常日頃からやっぱりやるようにして、うん、あ、当たり前にできるようになるべく、うん、あ、もちろんあのステージに立つ時の役作りっていうのは何日も前から必要やから、うん、そこはまあパッとは変えにくいところはあるけど、うん、せめてギターは弾き方であったり、ライブの向かい方、特にそのベルサイユとかはまたジュピターとは全然違ったりするから、特に役作りが必要な役割でもあるし、そこに向かう時はやっぱ性格自体も変わってってるかも。すごいですね、うん、ギターのプレイだけじゃなかったです、まあ、役者みたいな感じかもね、はい、うん、このステージで演じるために、はい、はい、そしてちょっとパーソナル的なことも聞いてみたいなと思うんですけど、最近の趣味はありますか。趣味、はい、趣味サウナ。ああ、はいはいはい、そこは変わらずというか。ああ、そうね、はい、あのサウナにはハマってんですけどね、はい、3日ぐらい前か、ピンクのエクステをつけたから、はい、あ、そうですよね、今日入ってると思って、サウナこれで行くのちょっと勇気いるぞ、ね、でも行きました。行ってない。あ、まだつけてからまだ行ってないですか。うん、なんかあるかな。まあ運動は、まあライブも近いっつうのもあって、運動、はい、ジムとかは行って、あとなんかあるかな、うん、まあひたすら韓国ドラマにハマってはいる。あ、引き続きですね、それは。あの結構あの僕日崎さんとね、あのお会いする機会多いので、その時いろいろちょっとあの話す内容の中で大体韓国ドラマ出てくるんですよ。うん、音楽もそうかも、韓国K-POP ってことですか。まあ、さっきも流れてましたからね。レベルがやっぱすごい高い、うん、世界レベル、うん、まあドラマもそうですね、作り込み方とか、やっぱ、うん、役者のレベルもすごい高いし、編集であったりそういうとこもレベル高い、うん、なるほど。じゃあもうそういう韓国系のものと、うん、サウナハマってるということで、うん、じゃあ最後に、あの最後に聞くことでもないんですけど、あの好きな食べ物は。好きな食べ物生これといって、いや、あるけどそうですよね、好き嫌いないですよね、ひどくさん。まあまあ、そんなにはない、うん、寿司、お寿司かな一番なんか、仕事終わって、大きい仕事が終わって、うん、どこ行きたいって言われた焼肉よりお寿司かも。あ、そうですか、うん、え、行ったりもします、自分へのご褒美。あ、全然、結構行くよ。あ、いいですね、うん、そっか、自分もいたわりながらそうやって頑張ってるわけですね。うん、なんか一回行ったね行きました築地行ったよ、ね、行きました。2年前か。お、そうですね、で観覧車乗りましたよ、ね、乗ったよね、で花火しました何やってやるいや、ひと夏の思い出ですよ。イエス、 YouTube 撮れよいう話やそうですよねみたいな感じで、あの今日ね、ギターバトルからあのいろいろお話をさせていただいたあの日崎さんですが、まあ、いつもね、お世話になっておりますということで、日崎さんのチャンネルの方にもあの僕出演してたりしますので、そちらの方のチェックもぜひよろしくお願いします。はい、というわけで、本日のゲスト日崎さんでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、バイバーイ。